こんにちは、こんばんはかな、いや多分おはようございます。どうも、エウレコです。早速、内田理央、年始はある場所で過ごす？を行ってみましょう。内田は、年越しをシンガポールで過ごしたことを報告し、デュールに入る水着姿のショットを公開。ギンガム極意味のワンピースタイプの水着からは、白肌のビボディがあらわになっている。その上内田は、載せる写真めっちゃある。ってことで、内田は、年越しをシンガポールで過ごしたことを報告し、デュールに入る水着姿のショットを公開。ギンガム着目点にのワンピースタイプの水着からは、白肌のビボディがあらわになっている。また内田は、載せる写真めっちゃある。ってことで、新年早々どんどん載せてくね、と予告した。新年の幕開けに投稿された内田の水着姿に対しコメント欄には、新年早々、ありがとうございます。麗しいで、セクシー、可愛すぎ、写真エンジョイにしてるね、良いね何回でもおした、衣装合わせ良すぎ、イシリなど絶賛の声が数多く寄せられ、配慮が集まっている。加えて以前には、ほっぺを赤く染め、ほろ酔いな内田さんも投稿しておりました。内田の可憐な酔っ払い、ショットに対しコメント欄には、ルベレケ可愛すぎ、共にお酒が飲みたい、ほろ酔いなたび4人胸が締め付けられ、酔っている時の笑顔が破壊力、抜群幸せそうな表情がたまらない、あから顔の、天使など数々の反響が寄せられ、数多くのファンからのコメントが相次いだ。他にもは、こんな初々しい投稿まで、親知らずの抜歯を報告していたうちだ。親知らずおぼつかないありがとう。あれは、だいぶ大人な感じだけどまだ口が、整然と開かなくて大きいものが食べれない。直近での状況を報告しつつ、頬の腫れがひどかった時の顔写真を披露。写真からは、片方の方が、かなり腫れているように、見え抜歯していない方の方との相違が明確わかる。さらに、もう抜きたくないご飯が最大限の幸せなのに、おかゆとラーメンしか食べてない、と苦しむ様子を伝えた。どうでしたか？今回もご視聴ありがとうございます。また、面白いネタなどありましたらコメントしてください。